メッセンジャーはアメリカ航空宇宙局のディスカバリー計画の一環として行われている水星探査ミッション及び探査機の名前である。2004年8月3日に打ち上げられ、2011年3月18日に水星の周回軌道に投入されて観測が行われ、2015年5月1日に水星表面に落下してミッションを終了した。 約2万7千キロメートルの距離からメッセンジャーが撮影した水星メッセンジャー以前に水星に接近した探査機には1974年から1975年のマリナー15があるが表面のわずか45%しか撮影されておらず水星は太陽系で最も探査が遅れている惑星の一つだった水星の探査が困難な理由に太陽から受ける膨大な熱。 電磁波による通信障害、水星の光点速度が大きいことなどがあったとされる。2000年代に入って太陽系形成の理解を深めるため、ようやく水星へと興味が注がれてきた。そして次々に探査機を水星へ送る計画が立てられた。その一つがメッセンジャーである。マリナー1号の調査では、水星の物理的な性質以外ほとんどわからなかったため、 メッセンジャーでは水星を構成する物質、磁場、地形、大気の成分などが調査される。探査機は燃料節約のため地球、金星、水星と複数回の減速スイングバイを行いながら水星の周回軌道に接近する。その結果、地球から水星まで最短距離では約1億 km のところを79億 km もの軌道をたどることになる。 メッセンジャーの起動。6回のフライバイを繰り返しながら、彗星に近づく。デルタ2ロケットによるメッセンジャーの打ち上げ。ありがとうございます。